皆さんこんにちは。宮城タスクのスポーツビジネスセミの時間でございます。今日もね、少しだけちょっと地方でのいろいろビジネスについて、お話ししようかなと思うんで、ちょっと聞いていただければなというふうに思います。はい、今日はですね、本当に前回も動画でもですね、地方の、ね、M&A についてちょっと話をしましたけれども、結構ですね、ことは深刻のようで、いろいろ後継ぎさんをですね、探している、っていうところが非常に多くあります。で、もちろんね、どうしようもないというか、ね、もうそもそも商品としても魅力がないし、っていうところはね、淘汰されていってもうしょうがないのかなと思うんですけども、結構ね、もともとね、魅力ある、特にうちの町なんかはふるさと納税にちょっと力を入れたりもするので、ふるさと納税の返礼品としてはですね、もう日本全国はもちろんなんですけど、これそのまま海外に出してたら海外でも売れんじゃねっていうような、大変魅力的な商品がですね、いっぱい、多分これはもう地方行けばですね、僕らの町だけじゃなくていろんなところにあると思うんですけど、ね、そういったのがですね、もうどんどん縮小していっちゃうと、ね、いうことなんですよね。いろいろこう高度経済成長の時なのか、その前なのか分かんないですけど、ね、いろいろこう頑張って、ね、商品作り、ものづくり、日本だっつってやってたと思います。で、農家の皆さんも頑張って、ね、美味しいものを作って、で商品も加工品も美味しいものを作って、ね、されてきたと思うんですけど、僕らで、僕も本当に自分の経歴ちょっと恥ずかしいんですけど、ね、当たり前のように親が普通高校に行けっつって、潰しが効くぞなんつってね、普通高校行きまして、でとりあえず大学出とけっつって、いわゆる普通のね、五流ぐらいの大学に行きまして、ね、五流とか言ったら同じ大学の人に怒られる、ね、そんなにね、いい大学でももちろんないわけですけど、そういったとこに行きましたけどね、逆に言ったら本当にその普通の高校とかどちらにでも転ぶようなものに行ってたがために全く潰しが効かないというですね、人生を送っております。潰しが効かないというか、僕の場合はもう自分の好きなことばっかりやってるので、潰す潰れないというよりはですね、自由に生きてるんですけど、やっぱりね、同じように、いてた、特に同級生なんかやはり公務員が多かったりとか、銀行に就職されるとかね、いろいろいわゆる普通のサラリーマンとかね、いわゆる普通の仕事をしてるわけですけどもね、なかなかこれからですね、そういった公務員さんもそうだと思いますし、銀行員さんとかね、大変厳しい世の中になってくるのかなというふうに思いますね。そういった時代に今差し掛かってきてますので、もう本当に専門のいろいろスキルがね、あるのは本当に強いし、で本当にだから僕らも時代もそうですけど、若者がどんどんそういう普通の高校、普通の大学ね、外行って何となく働き出すっていう人が増えたがためにですね、こういう農業とか、もちろんいるんですよ、一部いらっしゃるんですけど、農業とかね、今逆に言ったらその最先端の AI と一緒にそこがくっついてね、AI のスマート農業なんて言葉もありますけど、そういったふうなところにね、何か尖って商業とか工業とか何か尖ったところでね、手に職が実際あったらですね、むしろ今いろんな組み合わせの中で自分の手に職が活かせるっていう時代なんですけど、逆に普通どの業界もそこそこっていうような僕みたいな人間はですね、結構潰しが効かなずって困ってんじゃないかなと、ね、いうふうに思います。ただですね、聞いてください、ね、なんですけど、そういったですね、いろいろもう何でもできます、ね、昔だもんかね、もう本当御用聞きみたいなね、そういった方々もね、ぜひ地方にですね、行くとですね、もう単純に若者がいないとかね、単純にこうね、もう暑いとか元気とかね、挨拶ができるとかね、もうそれだけでもですね、むしろかなり重宝がされますね。いきなりこうじゃ大都会行ったりとか、技術がない方が自分が起業するぞって言っても、なかなか厳しいのでね、会社の無理な人事異動とかね、辞めるかね、その人事異動を受け入れるかみたいなね、究極の選択を迫られている方もいらっしゃるかもしれませんけども、地方に行くとですね、そういったその都会にいたとかそういう経験もね、非常に、重宝されますし喜ばれます。で、何よりも単純にも人が一人増えるだけでね、大喜びされます。で、都会なんかじゃね、得られないようないろんなサポート、ね、支援、それは企業においても仕事するにおいてもですね、そういうのも受けられますので、ぜひね、そういった地方にいろいろこう選択肢を広げるというのはいいのかなというふうに思います。ね、で、特にね、住むところなんかもそうですけど、今ね、いろんな支援もありますし、で、今もこういった Wi-Fi がね、つながればオンラインの中で、ね、東京の仕事をね、どこか地方で、海外でやることも全然可能ですので、ね、そういった意味ではですね、本当にどこにいてもいいのであればですね、新しくね、自分の街を、ね、作っていくぐらいな意気込みですね、街づくりに参加している方が
ね、俺は今何のために働いてるんだろう、ここの、ね、自分の近隣住人、隣の顔、隣の人の顔もわからないっていう都会で、ね、まあ、過ごすのもちろん、まあ、それはそれでもちろんいいと思うんですけど、それよりはね、自分で、ね、本当に好きな目的意識が同じ人たちと、小さい、ね、5000人とか6000人とか、まあ、僕は1万人でも一番大きいぐらいかなと思うんですけど、そういったコミュニティの中で好きな街にみんなでしていくんだぞっていうエネルギーの方が大変ポジティブで楽しいかなと、ね、いうふうに思いますので、ぜひ興味のある方はですね、まあ、僕のツイッターとか、まあ、これからまたいろいろありますけど、その情報を発信しているものとかも見ていただいてですね、一緒にやりたいなっていう方もね、ぜひ、もうコメントでもメールでもいただければ、ね、移住をお手伝いしますんで、ね、別にその間取って何かお金を取ろうなんてことはしてませんけども、ね、僕としてはこういった仲間が一緒に増えてきて、コミュニケーション取れる人たちと一緒に、ね、仕事が始めれればいいなというふうに思いますので、ぜひね、あなたも移住してみてはどうかなというふうに思います。ね、まあ、なかなか新しい土地でチャレンジっていうのは一回怖いのもあると思うんで、まあね、うちの町に限らずですね、いろんなところに行ってみるのもいいかなと思いますし、まあ、そういう今移住サイトなんかでもね、いろいろあります。で、まあ、本当に今のコメントでもいただければですね、宮城さんの町見に行きたいですっていうふうにね、言っていただければ、ね、もうご案内します。はい、うちはね、そういうそのスポーツコミッションっていうね、こともやってて、まあ、移住定住のサポートもね、してますので、まあ、そういった方々ね、僕もしくはうちのスタッフ、ね、スタッフの可能性が大きいですけど、まあ、スタッフとかね、働きながらサッカーやってる選手たちとかね、そういった皆さんがうちの町のご案内をしながらね、一緒に働きましょうよっていうふうに、もうすげえもうウェルカムウェルカムっていうことで、誘ってくれますんで、ぜひ一度お越しください。はい、ということで、今日はですね、移住ね、地方で移住して、まあ、商売ね、新しいことチャレンジしてみませんかという話をさせていただきました。はい、今日は以上です。